来ました。来ましたね。今日はですね、我々のデビュー CD、うん、愛が足りない、うん、そしてファーストアルバム、キッザー5も、はい、これをですね、合わせて200枚、はい、1日でこの名古屋でですね、はい、売ってしまおうというスペシャルハイクオリティナイスな企画でございます。はい、というわけで、有名になりたければ自分たちで CD を売ってこいと言われ、名古屋にやってきた6人だったが、え ?6 人ところでや、ところで一人足りません。もうええやん。どうしたんでしょう。利用してる方手を挙げてください。知らん。知らん。バンドというのは、はい、普通は歌い手さんが命です。はい。そうでございます。はい、我々ピスキッズの歌い手さん。はい。あら？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 どこん？いてへん。ドライブメン。あなたからチーズサンド、アンキーズのトリプルチーズサンド。このビルやもん。ついに1点目のスタート。 CD は一体何枚売れるんでしょうか。お客さんを集めるためのビラ配りに余念がないメンバーたち。それもそのはず、 CD を200枚も売らなければならない。大変だ。回している二人だけの秘密は、ビラを巻くのも自分たちなら売るのも自分たちなんです。ありがとうございます。これあのサイン引き続きありがとうございます。ありがとうございます。これお会計のレジの方で用意します。ありがとうございます。最初は結構いけたかな。サイン引き続き2時からですね。HMA の方で、はい、ありがとうございます。ミスキッズのご用と多い時でない方はですね、ぜひ立ち寄っていただきたいと思います。ありがとうございます。むちゃむちゃ。彼らの呼び込みが通じたのか、前よりもお客さんの数とノリが良くなったみたい。じゃあ後でレシート持ってきてくださいね。何でもしますから。はい。あ、はい、あ、シングル。はい、ありがとうございます。どうもありがとう。はい、現在2時30分を回ったところです。はい、おいおうおう。現在2点終わりました。2点終わりました。ここで何枚売れたか。2点で50枚。2点で50枚ということは、本日200枚やろ。はい、はい、であと3点や。おいおい。ということは、150枚を3点で売らない。そう。ということは、1点に50枚。50枚。ちょっときついですね。ちょっときつい。これ倍以上売らんことにはいかん。厳しいですな。さあ、ここでバンドを引き連れ、新しく生まれ変わった北条くんを見てみよう。きっと、夏の選別もこれにしよう。いろいろ使えるミリオンギフトカード。愛が足りない。ワン、ツー、スリー、フォー。エブリデイ、エブリナイ、愛が足りない。お買い得
いよいよ今日の結果発表。はい、というわけでね、1日終わりましたね。無事終わりました、はい。結果発表が楽しみです。はい、発表します。はい、130枚。うわ、カムバックサーモン。この番組はいろんなアーティストが街に飛び出し、歌い、踊り、叫び、暴れる、そんな音楽番組です。第98回。なんですけども、愛知県の方にですね、そのランボルギーニのオーナーズクラブがあって、ガルポケの山崎くんからの依頼は、愛知県のどこかにある喫茶店で通い詰めるとランボルギーニカウンタックに乗せてくれるお店を勤めてほしいとのこと。非常にですね、どうしていいか分からず困ってますんで、ビシッと皆さん助けてちょうだい。そんなん知らんやん。よろしくお願いします。いや、まあ知るかって自分で探せ。いやいやから、あいまじな情報で多いだろ。いや、何で言っとんの。とりあえず今回はカウンタックを探す。カウンタック、車関係といえば、うん、一人しかおらんな。照れるな。それお前ちゃうわ。せーの、ひでじ。私でございます。やらせていただきます。どうぞ、どなして探そう。どなして探そう。手がかりなんもないやん。うん、とりあえずカウンタック乗ってるような人はそうそうおらんやろから。うん、ああ、あれちゃん、会社乗ってる人に何か聞いたらいいんじゃん。そうやな、会社のディーラーさんに聞いてみて、ここ何年かでカウンタックを買った人。そうそう、ああ、そんなに、それは分かりやすいかも。ほいで喫茶店をやってんねんと。あ、そうか、正しい。だから、そういう人がいるか、会社のディーラーさんに当たって、カウンタックを買った人で、喫茶店をやってる人というふうに絞り込んでいくと、とりあえず一例をかけて、うん、外車屋さんないですかって聞いたら多分。あ、そうやな、そうしようか。あ、もしもし、ちょっとお尋ねしますけど、輸入車のディーラーって愛知県で何軒ぐらいあるんですか。はい、あ、そうですか、はい、わかりました。はい、はい、なんて住所と名前からしかお教えできませんとか言われて、一例音はちょっとあれですよね。外車を売ってるとこご存じないですか。外車を売ってるとこご存じないですか。はい、ベンツとかポルシェとかランボルギーニだとか。あの三越の、はい、もう一軒輸入車の展示場があるんです。三越の、南側に、すいません、ちょっとお尋ねしますけど、電話中、ジェトロっていう輸入車屋さん知ってあります。わざなんてジェトロっていう輸入車屋さん、聞いたことあるけど、わかんない。はい、君あかんがな、電話中に話して。いや急に言ったのか、おろかな。外車さんはあれ、外車あるで、外車やどう、外車やということはここやで、ジェトロ。俺ジェトロかと思ったジェトロ、ジェトロ行こう、君に行こう、行こう。いやー、何も遠いなー。あ、遠いなー。来た。おすごい帰り方が、浮いてる。遅いなー。いや、お待たせ。どないぞったん。なんかわかったんかいや。うん、これがな、うん、こう聞いてきてんけど、ちょっとメモってきてん。なんや。あんな、グリーンオーという、グリーンオートやの、社長が、そのランボルギーニのオーナーズ
クラブオブジャパンと、ああなんか要は、はいはい、日本のランボルギー乗ってる人のなんか同好会みたいなの、それの会長をやってはるの。その会長がなおかつなんかその稲沢市でなんか喫茶店をやってはると。愛知県の稲沢市で。なるほど。稲沢市ってどこやん。かなりそれは有力な情報です、ね、そう。だからそこに行ったらなんか何スタンプをしてもらって、じゃあなんか乗せてもらえるかもっていうことです。だから実際足運んでみると分からへんから、聞いただけでは、うん、まあざっとこんなもんですね、うん、これを見てあキスキスエージェンシーってすごいじゃないのって思ったあなた、どんどんお便りください。キスキスはすごいよ、もうバンバン頑張るよ。宛先はこちらです。上かい。ここやった立てちゃう。それじゃあお便りお待ちしてます。 P はい、 S DA いったミスキッツレッツゴーファイトキャーキャーキャー。なんでやねん。On. では最後にオン&オン&オンレギュラーのストーリーを作りに行くという体で女性の部屋を荒らすというそういう音楽番組でございます。イエーイ。この番組ははい、そういうわけでしてね、オンアンドオンアンドオン100回記念ということで、はい、素晴らしいですね、100回です、うんうん、100回と一口に言いましても、うん、並大抵のものではございません、はいはい、1から数えて100まで、うん、大変な数でございます。まあ、フィスキスがですね、オンアンドオンアンドオンに、うん、参加させていただいてですね、うんうんうん、まだ日は浅いんですけど、うんうん、こんな新参者の我々がですね、うん、この番組のためにできることで言ったら、こんなことぐらいじゃございません。こんなこと、どんなこと、一文字100回記念おめでとうございます。オン&オン&オン100回記念ということでね、はい、本当に皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ビスキッツエージェンシー。あー、しかし依頼もなかなか、そうだけども、思うんやない。今やな、これだけ解決しとんのにな。おかしいな、おかしいな。実績と社会の評価が比例せえへんな。あかんな、アンビリエやな。止められへんな。今なんかノックの音したな。誰や。こんばんは。こんばんは。依頼の件は愛が足りないんですけど。愛が足りない？愛が足りないって どういうことだね、それは。そう、周りの友達に、うん、みんな男友達も女友達もみんな彼氏とか彼女とかいて、うん、私だけ一人ぼっちで遊ぶ友達もいなくなっちゃったんですよ。愛をくださいと言われても難しいな。とりあえずじゃあお友達が彼氏ができたということなんで、それではあなたにも彼氏を作ればいいですね。素敵な彼氏を、ね、素敵な彼氏を、はい、好みのタイプだったらね、はい、聞いてみましょうか、ね、私はちょっと絵の心得があるんで、うん、心得あおうお前、わしボスやねんからみんな敬語使え。結構でかいじゃん。こんなボスが吹かせるなんて、お前裕次郎やから裕次郎。どんな感じの
絵心のあるボスが好みのタイプを聞き出してモンタージュを作っていった。一体どんな顔が出来上がるのか。こんな感じですかね。はい。ほじゃあ山さん。はい。ちょっとこんな顔した道を探してやってもらえるんですか。わかりました、ボス。すごいことやな。じゃあ私が行ってきましょう。このような顔をした男性の方知りませんか。この辺りの彼女の理想のタイプなんですね。わかんないですよ。そうですか。すいません、似てますね。似てますよね。うん、道夫さんも。これ道夫さんなんです。道夫、名前まで道夫さんなんです。道夫、この顔で道夫さんなんです。いませんか。知り合いの方とかでなんか似てらっしゃる人はいませんか。名前は道夫と言うんですけど。いない。彼女の理想が高いんじゃないかなと思うんだけど。高そうですね、道夫。道夫系は。あ、ちょっと待てよ。みんな大事なやつを忘れていないか。なんだい。みなちゃんにぴったりな。あいつだよ。あいつだよ。あいつ。どうだよ。どうだね、みなちゃん。一回会ってみるかね。いいやつだぞ。いいやつだぞ。歌もお前しな。トーラムシ歌ってくれるよ。はい。よっしゃ、みなちゃんを勇気づけるために、みんなで歌を歌おう。そうやな。ハッピーな歌を歌おう。うん。はい。ある晴れた昼下がり。暗いがな。どんな歌知らん。暗いがな。心の目が捉えたものを喋んねえ。全然変わんないね。指先に触れたものを芸術と先。近々オンエアの予定だ。ビスキッズシングル愛が足りないに続くセカンドシングルブレイクが早くも2月21日にリリース。 AK ライブシングルアライブも好調な。それでは早速見てみましょう。俺らビスキッツエージェンシー。まずあの一つ目のこのコーナーは困りごと悩みごとを解決していくコーナーです。ジョニーかな。はい、ジョニー。あの喫茶泉の件です。なんか困ったことないですか。最近。いえ、何もありません。お店で、女の子のお客さん、テレビの前のギャル諸君、住所、氏名、年齢、それからあの私は女だと分かる顔写真と、あの 女と分かる性別が分かるものをですね、あのオン&オン&オンの方までぜひ。ダメだ、これじゃいかんね。ピスキッズ、このアイムベイベーの思い、ミッチに会いたい、この思いを消化なぜしないんだ。やはりこういったそのミュージシャンなりアーティストと、ファンの関係というもうちょもっとこうおおらかにこうイニシアチブ、何言ってるんだよ。だからよし、分かった。今回及川光博はオン&オン&オンのこの各コーナーに意見をしていきたいと思う。それは僕のための勉強にもなるし、皆さんのテレビの前のみんなの、気持ち、そういったものを大切にするという意味で辛辣な意見を僕はぶつけていきたい。今日のテーマは愛は生まれ変わる。
ご覧のスポンサーの提供でお送りします。後ろめいやってきました。今日リンボーホール、いやーすごいな、リンボーホール。今日はですね、リンボーホールでバレンタインプレゼントスーパーライブが行われます。そこで今日はこのスーパーライブのライブの模様をレポートしてみたい。健太郎、今回の仕事に納得せず、そこでこの番組の演出でもあり今回の運営の責任者でもある野田に交渉しに行ったのだが、どういう話やこれ。今こんな揉めてる時こいつら入ってしまう。何やこれ。こいつだってあかんから。何でやねんな。相手にされず。それではここで今回のスーパーライブの出演アーティストを紹介しよう。アイスマン、出られへんのかお前。俺今日お前出よう思て衣装揃えてきたのに。揃いやのにくずまへん。そのとこどないして出られへんのか。まあでもさ、これええ機会やで。そうやな、エージェンシーを外に設けつつ、そっからとりあえず世直しピスキッズを、 A バンドですから。そうです。それにやっぱり事務所本拠地が必要。そうや、いるいる。とりあえずそういうことで、エージェンシーの仕事は特設本拠地、今から作りましょう。出演が絶望的となり、少しでもイベントに関わろうとエージェンシーを開設するのであったが、一方、何をしてんの。なんかポスターとして思ってますね。さてはあいつらこのイベントに和気あいあいと参加するつもりやな。ああ、あんなとこに本部とか作るつもりですね。あいつら魂まで売り飛ばしてしもうたけどな。情けない、情けない。いつもは人の困りごとを解決している健太郎たちだが、今回は逆に人を困らせようと企てたのであった。そのターゲットになったのはマジェスティの奴らじゃ。フィズキッズの CD 売りつけたのかな。あ、うわ、何もない。すいません、すいません。あのマジェスティの方は我々です。我々です。いや、ほんまに別にね、そういうつもりじゃないんですけどね。いやいやいや、実はまあ話があってきたんやけれども、まあ、ものは相談なんですけどね。フィズキッズの、知らないね。相方、いやちょっと先生頑張れ、相手は出こないぞ。いや知ってるはずや、先生頑張れ。あっ、これ俺らの荷物じゃないよ。何や、この男にエロ本が入ってる。こんなん読んでくれ。あっ、絡まんな。ここからの話は品がないので省略させていただきます。でも、ごめんね、知らないんだ。オーディションがするような正体を歌ってみて、歌ってみて。オーディション、愛は足りない、エブリデイエブリナイ、愛が足りない。あ、もうここまで、これ以上はもうこれは後は CD 聴いてもらわそうだよ。これ話にならないんだな。これマジェスティさんいうことで、格安いくら、いくら、980円。おお、そんなに負けていいんですか。いやいや、太っ腹やからね。太っ腹だ、しょうがないね。分かってくれてこれをね、これを3500円。それいいね、3500円。これは3000のところ3500円。これ何ですの。
いや、うちらのアルバム、ファーストアルバム。マジスティのアルバム。ファーストアルバム。しかも3000円のところを3500円。これ安いですね。安い。愛が足りないもつける。いいですか。いいですか。いいですか。つけてもらえるんだ。しょうがない。しょうがない。おまけにもう1枚。二枚も。7000円。ついでにね、僕がこうやって壊したり。ああ。いいな。いいな。いいな。ええ人やから。ええ人やから。情報量ありがとう。ゆうじ、え、あ、言っちゃうの？これ？もうちょっと話、もうちょっと話そうよ。あれは。もらっちゃう。あ、1000円取れちゃう。あ、1000円だよ、あいつは。おい、ちょっと待ってよ。もらってたよ、うちら。あいつら最低ですね、ほんとね。1000円ないよ。その頃、外では。今日の記念に。これで。はい。ティッシュダメだからティッシュダメ。やかましい。サイン入りティッシュで我慢せん。わーい。ありがとう。はい、はいはい。はい、ゲットした。はい、次の方。はい、また。うららね。ズミ。ズミ。はい。もうはや一つ解決できた。おめでとう。どこ行ったあいつら、こんな忙しいのに。こんな大事な時に、ほんまに。あいつらは、ほんまに。とりあえず頑張ろうや。まあ、ならな。頑張ります。エージェンシー大盛況。これに気を良くしたケンジたち、調子に乗りすぎてお客さんにこんなことを。買ってください。いや、いや、買ってください。CD 買ってください。いいですか。いいですか。ありがとう。ありがとうございます。どうぞ。はい、ちょっとごめんね。はい、ちょっとごめんね。はい、ちょっとごめんね。何ですか。何や。マジェスティとかいうバンドに。そうそうそう。今日出た、見ましたね。兄ちゃん知ってんのか。この CD2 枚と、しかもキスキッズの愛が足りないつけて7000円で売ってもうたんや。これお得。それって騙されてません？それってあそれってイエーイ。さて、ここで問題です。マジェスティの完全の CD を3500円で2枚買いました。それにピスキッズの CD をおまけにつけてもらい、7000円請求され、6000円払いました。さて、ケンタロウは得をしたのか損をしたのか。答えはこの後すぐ。鳥の人のね、鳥の、バンド特別に3500円。そうやって普通ですやん。問題の答え、マジェスティの CD は3000円。これが2枚で6000円。ケンタロウは6000円しか払っていないので、得も損もしてません。まあまあよろしいわ、はい、ここはやな、わしらに任せて、わしらが商売手伝ったろちゅうとんねん。あ、いいんですか。それやったらお願いします。せっかくやからな。すいません。はい、本日ですね、名古屋でレインボーホールの方でビスキッズの CD 発売会をやっております。はい、この姉さん。はいはいはい。どちらの方のファンなんでしょうか。CM レボリューションです。 CM レボリューションね。うーん、難しいな。CM レボリューションの CD はもう持ってるんですね。なったばっかりなんだ。なったばっかり。そしたら、これ買った方がいいですよ。どうぞ。これ入門編やからね。どうでしょう。わかりました。え、わかりました。1名様お買い上げ。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。え、何何何？ここらで一発？お、CM です。売上げの方。はい。マッチリでしょ。マッチリ。もう完売です。余ったよ。盛り上がりの割には成果上がらず。いいですね。でも今回キッズ頑張ったよね。来年はきっと出演できる。出
演できるかどうかはテレビの前の皆さんの応援にかかっているのです。だからよろしくね。それではまた来週。 See you next week。 あ、そうそう、ここで嬉しいプレゼントのお知らせ。番組内で紹介した宮本くんと TM レボリューションのメッセージ色紙をサイン入りでそれぞれ1名の方にプレゼントしちゃいます。どちらかのアーティスト名を記入の上番組までご応募ください。サークル K、 エイデント、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。あれなあれなあれ、今週も先週に引き続きスーパーライブの模様を中心に、場所をレインボーホール前に移してのピスキッズエージェンシー、いつもと打って変わって大盛況。お名前は？その中でひときわ目についた依頼が、ミッチーとピスキッズが一緒に写った写真が欲しい。え、ミッチーといえばダメだ、これじゃいかんね。ピスキッズ、このアイムベイベーの思い、ミッチに会いたい、この思いを消化なぜしないんだ。そこでピスキッズ、名誉挽回と言わんばかりにその依頼を持ってミッチーの元へ訪れるのであった。先生、頼ませよ。任せよ。失礼します。いやこれはこれはすごいね。こちらがミッチーさんでございますか？そう、僕ミッチーです。本物だよ。ですね、はい、何かしら、こいつが何か言うてます。先生この前の放送でですね、ご指摘を受けたんですけども、我々全然問題を解決してないと。おお、僕そんなこと言ったんだっけ？それは友達のミッチロリン太郎くんかもしれない。あ、じゃあミッチロリン太郎くんが言われたんですよ。けしからんやつだね。はい、それでですね、今日はなんとか問題を解決しようと我々ビスキッツエージェンシーに頑張ったわけです。でですね、はい、ミッチーの力でなんとか一つ、今日はですね問題解決ができそうなんです。オッケー、頑張る。僕が頑張るのね。そうなんです。頑張るぞ。それがですね、ミッチーとビスキッツで一緒に写真を。どうしよう。どうしよう。僕たちほら、これ出会ったばっかりだからさ、なんかもっと仲良くなってからじゃないと撮れない。だから仲良しになってから、こう雰囲気のいい写真をこう撮。ああ、そうだそうだ。ミッチー、いや、よ。怒ってるの君たち。謝れ。止まってー。じゃあ仲良くなるためには、じゃあパフォーマンス合戦だよ。合戦。まだわしら人数多い分わしらの方が有利やな。ちょっと待ってよ。ちょっと待って、戦うんじゃない、仲良くなる。おや、やすかも。やべ、ちょっと負けるかも。おっと、おどき。おお、はい、おお、ヒゲが違うで、ヒゲが。ワン、ツー、スリー、フォー。みち、やべえ。みち、やめて。
どうですか、みんな仲良しだ。とミッションを成し遂げた今週のビスキッツエージェンシーだが、依頼者の連絡先を聞き忘れてしまった。そこで河合さん、この放送を見てたら顔がわかる写真を同封の上番組までご連絡ください。この写真をお送りします。はいはいはい、で依頼の内容は、なるほど、はい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 、わかりました。では早速こちらからエージェントを送りますんで、しばらくお待ちください。依頼の内容は NTT ドコモサービスですえ、要するに綺麗になりたいという女の子からの依頼なんですけれども、詳しい住所はこちらの方で。なるほど、はい、直接本人に会って話を聞いてみてはどうかと思う。なるほど、ラガこっちの住所に行ってくれ。わかりました、ボス。依頼者からの手がかりをもとに町で聞き込み調査をする木南、そしてついに依頼者を突き止めた。ようやく国にいつかはきっと。これが依頼者の写真です。依頼者の写真どう？依頼者の写真。今日は面接試験に行きます。私3分間証明写真撮ってきました。あ、ドキドキするな。丸々短大の町田理恵です。うん、人事部長の山下だ。町田理恵です、よろしくお願いします。どうも、採用。全然わかるよ事件の内容を。はいはい、実はですね、実は、うん、友達みんな可愛いんですよ。はい、うん、私も可愛いって言われるんですけど、だけどより可愛くしてほしいな。それでですね、ボス、うん、私ちょっと心当たりありまして。お、そうか。ちょっと専門家の先生にちょっと電話で尋ねてみたいと思うんで。もしもし、先生ですか。ごめんください、ありがとうはいはい、そうですよね、やっぱりそうですよね。つながっとんかいな。わかりました、はい、ありがとうございました。失礼します。お宅の電話線が出てきます。あれ、怪しいな。先生に聞いたところですね、はい、やっぱり自分の顔は、うん、自分の素のままの素顔が一番じゃないかなということを先生が言ってらしたんですけども。やっぱりですね。しかしですね、心当たりがもう一つあります。はいはい、そういうことでですね、はい、これから変身するということなんですけども、はい、具体的にねやってもらいましょうかね。はいはい、真由美先生お願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。やっぱり眉毛をもうちょっと長めに描くと今より少し大人っぽい顔です。そうそうやね、うん、そういうもんや、そういうもんやね。の字を描いてます。そうですね、うん、固まらないようにね。いきなりなんか販売みたいになっちゃいますけど首とここいろいろ違いますけど、皆さんファンデーション塗られるときは大体この間ちょうどこういうとこでなじませて、お肌に近い色を選んでいただくと。なるほど、なるほど。まれにこう手の甲とかでこう選んじゃうと大失敗しますから ね。ビスキッツエージェンシーお得意の変身技、彼女は本当に綺麗になれるのでしょうか。出来上がりの感想をメンバーに聞いてみると、出直してこい
嘘嘘、なんてこと言うの。可愛いなったやん、すごい。うん、ほんとめちゃくちゃイケてる指数めちゃめちゃアップしたからね。化粧で全然変わるな。まあ、87ですね。おお。ね、先生、どの点を重点的に変えられたんですか。やっぱり眉毛が最初より少し大人っぽく、ちょっとヘアの方もカットしましたんで。なるほど。こんなぐらいの依頼はお茶の子さいさいへのかっぱね。そう、もうこれからね、せやからもうどしどしね、こういう依頼は待ってますんで。そうですよ、こんなね、偽物ハガキはいりません。ジップガンズやシャランキューのこんなのいりません。それじゃあみんな、宛先はこちらの方までどんどん送ってね。だが、これでお前もやっと一人前だな。まあ飯は三人前食うけどな。そりゃないっすよ、ボス。この放送はサークル K、 エイデント、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。なーになー。